2023年に再結成したディバイディッドが7月19日、東京、ゼップ新宿にて、ディバイディッドワンマンライブ2024-02を開催した。約8年ぶり、再結成後初となる新曲、Never Divide Just Dive も初披露された、ワンマンライブのオフィシャルレポートをお届けしたい。2023年8月に再結成を果たしたディバイディッドは、再結成ライブ以降、これまでの時間を取り戻すように主催イベント開催や各所イベントへの出演など精力的な活動を行ってきた。しかし2024年2月、ドラムのサトシが体調不良のため活動休止を発表。サトシの療養期間中は、ちさ、ショウゴ、チョビの3人で、デブ名義で活動を続け、今回のゼップ新宿公演で再び4人で、ステージに立ち、完全復活することをアナウンスしていた。ところが、公演を目前に控えた中、ギターのショウゴが脚部を骨折するというアクシデントに見舞われた。立ちはだかる苦難が続くも、ショーゴ本人の強い希望により、ライブ当日は椅子に座っての演奏が決断された。SE215 が流れ始めると、チョビ、B の後に、ショーゴが、スタッフの車椅子に乗って、ステージに入ってきた。やはり心配していたファンも多かったのだろう。少しだけ照れくさそうに手を振っている彼の姿に、フロアの空気が和らいだ。ドラムへ向かって、まっすぐ歩いていくサトシの姿もいつもと変わらない。そして、チサ、VO が姿を現し、4人がスタンバイ。ムーディーなピアノとトランペットの音色が聞こえてくると、ミラーボールが輝き始め、フロアをオレンジ色に染めた。この日の一曲目は、ゴールデンキネマ劇場。チサが艶やかな声で歌い出した後、空気が一変。アンサンブルが一気に激走する。サトシが凄まじいスピードでフィルを叩き込めば、椅子に腰をかけているショウゴは、ギブスをしていない左足でリズムを刻みつつ、笑顔でフロアを見渡しながらヘビな音を放つ。チサも凄まじい方向を上げ、フロアの熱を一気に上げると、お前らの1日を明け渡せ、と叫んで、チョコレートプレイヤーへと続け、間髪開けずに、ラブイズデッドに突入。ベースを高い位置に構え直した、チョビが、客席と熱いコール&レスポンスを交わし、さらに興奮を高めていく。この日のライブタイトルにある01は、ディバイディッドのファーストアルバムのタイトルであり、セカンドワンマンライブのタイトルでもある。ちなみに、会場は、ゼップ新宿の向かい側にある、新宿ブレイズだった。この日、着用していた、新衣装も、01のジャケットに描かれていた青紫色の鳥が、燃え盛る、市長のように飛び立つことをイメージして制作したそうだ。久々の4人でのステージということもあり、当然気合は入っていただろう。しかし、程よく肩の力が抜けていて、それがしっかりとプレーに反映されていたと思う。冷漠なサウンドで席巻した、捕食する夢に羊は踊らないも、繊細な感情を描き出していく、ホタルビア、漂流少女も、そしてこの日のライブタイトルにもある、01も、凄まじい熱を放ちながら、フロアに向けてまっすぐに投げかけられていた。MC は、心配していたファンを気遣うように、ジョークを交えながら進めていく。何も構えることなく、オーディエンスと楽しそうに向き合っている姿が印象的だった。図らずも、いろんなドラマが生まれてしまったので、今日は、みんなの気持ち、みんなの声に、めちゃくちゃ甘えていきたいと思います。甘えさせてください。パワーをください。会場を夏にしてくれますか?と話すと、夏の行方へ。オーディエンスが力強くタオルを振り回し、その言葉に応える。
その光景を見たチサは、正直、俺だけかも、いや、メンバーも、そうかもしれないけど、夏の行方を演奏することに飽きてるかっこ笑い、と思ってたけど、今日やっていて、俺が見たい景色は、これなんだ、って思いましたと、笑顔で話した。思い返すと、再結成公演は、やはり、帰ってきたという印象が強く、当日の MC でも、また集まったけれど、まだどこへ向かって歩けばいいのかわからないという話があったことを覚えている。あの日、止まっていた時間に決着をつけ、再び歩き始めた今の4人には1ミリの迷いもない。そんなバンドの状況がよく表れているのが、この日の会場で CD が発売された新曲 Never Divided Just Dive だ。彼らの再結成ライブのタイトルを掲げた同曲はアンコールの1曲目に届けられた。曲に入る前にチサが MC でこう話した。12年前に無題のドキュメントというミニアルバムからスタートした俺たちですが、無題から始まったこのバンドの物語に、みんなにとってバンド人生とか青春とかタイトルをつけることができた。無題だった日々にようやく名前をつけることができたなって、去年再結成した時に思わせてもらいました。そんな思いを込めて作った曲です。新曲 Never Divided Just Dive は Divided らしい骨太でエモーショナルなバンドサウンドでありながらも、柔らかで美麗なコーラスがもたらすまばゆいまでの光に満ち溢れている。これまで聞いたことのなかった曲という印象も受けるアップテンポナンバーだ。また歌詞の至るところに彼らが過去に開催した単独公演のタイトルやこれまで発表した楽曲やフレーズが引用されていて、当時の光景が目まぐるしく移り変わっていくような感覚を覚えながら、最後の一節に今の心境がしっかりと綴られている。天才だと思った、僕らの全てを歌ってくれた歌だと思ったと、サトシがこの曲を聴いた時のことを明かしていたが、間違いなく Never Divided Just Dive は今を生きる2024年の Divided そのものだ。続けて披露したアイスウェアでオーディエンスが灯した様々な色の光が輝く中、これからは僕が君の心の暗闇を照らす光とメッセージを届け、再びチサがこう話した。誰かの生きる希望になりたいと、そう思って始めたバンドでしたが、気がついたらみんなが俺たちの生きる希望になっていました。これからもそんな関係でいてください。歌う理由でいてください。彼らがこの日のラストナンバーに選んだのはアンサー。無題のドキュメントに収録されていて、彼らがディバイディッドとして初めてに世に放った楽曲である。オーディエンスも力強く拳を振り上げながら声を上げ、共に熱く駆け抜けていくと、最後にチサが叫んだ。これがディバイディッドだ、わかったか、ディバイディッドとは何か。様々なドラマを乗り越えながら、その答えを見つけ出した4人は、ここから続いていく、まだ見ぬ無題の日々に、きっとまた、新たな名前を付けながら進んでいくのだろう。この日会場にて発売された CD Never Divided Just Dive は、マーベリックストアにて8月10日土曜日から配送開始となり、本日からその通販予約がスタートしている。なお、ディバイディッドは次回ライブを現在計画中とのことだ。取材、文、山口哲夫、撮影 SHTK、レイ・ファビアン、ディバイディッドワンマンライブ2024、2024年7月19日、金曜日、ゼップ新宿セットリスト01、ゴールデンキネマ劇場02、チョコレートプレイヤー03、ラブイズデッド04、夏の行方05、発色する夢に、羊は踊らない06、東京、熱帯夜につき07、シーズンズ08、ホタルビ09、漂流彼女10、バタフライドリーマー11、ジャスティス12、いけないキッス13、シークレットナイト14、
東京ネクロポリス博物館15ポイントオブビュー1601アンコリニチネバーディバイデッドジャストディベンニアイセロンサンアンサーシングルネバーディバイデッドジャストダイブマーベリックストアにて独占販売オーダー受付中2024年8月10日土曜日より発送開始 https://www.maverick.stores.com/divided/dive-a012000円税別 CD 収録曲 M1 Never Divided Just Divem 2腹切りメロンソーダ CD に着せ替えジャケット封入2枚1組全3種マーベリックストア購入特典7月19日 ZEP 新宿でのライブスチールを使用したしおりセット